さて前回はゼルダ姫と共にハイラル城を抜け出し教会にやってきた所存でございますが、まずはその手前の宝箱を開けないと話が始まらないのでは？お？はた、あ、器か。器かこれ。ハートのレベル、あ、器か。あ、そうか、ハートのかけらじゃない、器か。こら、いいものだ、よかった。4つに増えました。幸先良すぎ。というわけでまずは教会を出て、こっからどうするか。ふむふむふむ。まずはマップを見てみようか。あー、立体的。どれどれ。あ、ハイラル城の裏側ですね。ちゃんとしっかり。となると、あ、パツ印のところに行かなければならないのであった。そうであった。というわけで、こっからリンクさん側から見て右側、左手側に向かわなきゃ。あー、くそ。よし、落ち着いて看板を読もう。A ボタン。この先、かかりこ村。あ、かかりこ村でマップを見る。やってきました。で、この家。この扉をくぐると目的地。あ、おばあさんかな？話を聞いてみよう。おやせなやばばに何か用かの。長老？ああ、あの人は司祭が生贄を集め始めた頃から家を出てますのじゃ。何、マスターソードとな。詳しいことは忘れてしもうたが、今よりはるか昔この地にハイリア族と呼ばれる民が栄えておったそうじゃ。この国にはその民の残した宝がいくつか隠されておるということでな。マスターソードはその中でも魔の力を持つ者に対して特に鍛えられた剣だと聞いておる。そして今も森の奥深く静かに眠っているはずじゃ。ちゃんと聞こえたかの。うん。ともかく長老を探しなされ、村の者の誰かがあの人の居所を知っておるはずじゃ。早を見つけるといいがの、早を見つかるといいがの、せなや気をつけていかれなさいよ。了解。とりあえず探してみっか。あ、え、来た来た。風緑だったか。この人触ると、あれ、触れない。くそ、寝てるのか。起きて。起きないでも大丈夫か。話を聞いてみよう。え、逃げていく。どうした、あいつ。やましいことでもなんかあるのか。あ、どっか行った。下には行ってないような気がする。こっち森の奥行けないか。あら、シスター。あ、お尋ね者のセナだ。変態の皆さん。え、いや、兵隊の皆さんか。ん、何、通報されたの。マジで本当に変態だったの。いや、そんなバカな。痛い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 。体力がもうないんだって。よし。なんか何事もなかったかのように平穏な BGM に戻ってたんだが。あ、妖精さん。これ妖精さん？妖精さん？お。草むらから妖精が出てくる。これ神々のトライフォースわからないぞ、これ。いい感じ、いい感じ。ハートの器も最初からゲットして、草を刈ったら妖精さんまで出てくる。ふぅ、ついてる。俺は今ついてる。これババ様じゃないけど、あ、お前さっき逃げてたろ。どこ行ってんの。また見失った。なんなんだあいつ。あ、これは民宿かな。やあセナ、わざわざ入りにくい家を訪ねてくれたね。お礼にいいことを教えてあげよう。川上の人目につかないところに湖があって、そこにはゾーラがうじゃうじゃしているんだって。そのゾーラたちの宝というのが、これがもうバツバツバツらしいしいものらしいよ。でへへ、見てみたいよな。ここは、あ、これ子供が寝てるのか。ごほごほ。セナ兄ちゃん、虫を入れる瓶を持ってる。そう、持ってないの。ごほ、ごめんなさい。お前またいんな。もうどこ行ってんの、ほんとマジで。また消えた。ちょっとババさん、もうまたい。お前さっきこっち行ったよな。怖くなってきた俺。もういいや。ババ様、ちょっとこの人どうにかして。え、もういいや。おう、セナや、姫を連れ去らったという噂じゃが、わしはお前を信じとるよ。あ、そうか、姫を連れ去ったと。姫を、なんかこう、町の人からしたら、こう、リンクさんが姫を連れ去ったと。悪役にされてるのか。この家は？いや、セナのお兄ちゃん、
長老のおじいちゃんのことかい？いや、悪いですね。内緒だよ。おじ、お？なんかポロリンってなったよ。おじいちゃんはお城の東にある、お城の東にある神殿にいるのさ。地図に印してあげるよ。ほら、やったぜ。どこに印された？遠い。なかなかに遠いじゃないか。この橋を渡って、こっからなんだよな、問題は。弓矢持ってる。危ねえ、危ねえ。はいはいはい。向こう岸の、向こう岸の向こう岸にやってきたわけですが、タコさんか？ちょっとドット絵がわかんねえな。オッケー。この岩をくぐるのか。大きな岩をくぐって、こっち側にスルッと向かいましてからの、オッケーオッケー。これなんとかいけそうだぞ。ただアイテムはブーメランしか持っていないのだが、いた。あ、これ台座だろ。台座、台座、やっぱ動く。動くからどうにか無視。ちょっと早くない？動きが早い。危ない。で、階段を登って、タコさんはどうにか倒すか。よいしょ。倒しづらい。ゴルピー、ここ。あ、違う、ここ。オッケー。ハートが欲しいな、そろそろ。お、近いぞ。この先か。いや、行けるのか。ぴょんと降りることはできる。いや、階段がありますね。階段があるから階段しっかり降りて、この建物の中、何か秘密が隠されているのか。ずっずっず。おじいちゃん、探したぜ。いかにもわしが長老であり、試験者の子孫の一人、サハスラーラじゃ。なんとせなよ。幼いお前が大麻の剣を求めておるのか。じゃが、あの剣は誰でも使えるわけではのうてな。3匹の魔物を倒し、3つの紋章を手にした勇者だけが使い手になれるとハイリアの民は伝えておる。挑んでみるか。うん、よし。ならばこの神殿にある勇気の紋章を手に入れることができるか。見事持ち帰ったならば、わしの知っている話を教えてやろう。さあ、神殿へ行くがよい。神殿に行くがよい。あ、ハートがある。さてさて、神殿とはどこにあるのか。この、なんだろう、岩石地帯にあるのは確かなんだろうけど、どこだろうな。なるほど。印がちゃんとついてますね。え、めっちゃついてる。ほら、マスターソードが一番左端にあって、で、赤と、フロル、ディン、フロル、ディン、フロルとディンと、フロルとディンと、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 忘れと忘れ、フロル、ディン、あと、あと一つ、あと一つ、ゾーラ？違う、ネイルだ。そうだった、ネイルだった。すっきりした。危ないよ。いた！あ、階段登ってる時に、ひょこっと降りて、さてさて、この紋章のところ、案外近いように見えて遠いのかもしれない。あら、どうやって行く？まだ追ってくるというな。倒すしかないか。痛い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 。痛め。こっちから行くか。くっそ。なんとしても、目の前に裸る気か。タコさん。で、こっちに降りて、来た。長ったらしい階段があります。で、さらに階段がある。青い人もいる。これやばいな。大丈夫？後ろからごめんなさい。あ、っと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 、まずい。オッケー。さあ、どうにかピコンピコン行っておりますが、最初の神殿の入り口前まで着くことができました。ここは一体、あら、神殿の中入ってもどこどこの神殿というテロップは出ないのか。スイッチ、スイッチを押して、この先、やっぱ真正面か。うねうねしてるが、お前らぐらいだったら。いや、何、なんかへこんだ、この、この地面へこんだ。あ、一応スイッチになってるっぽいのか。よし、3匹倒すことができました。で、このスイッチを押すと扉が開きます。さてさてさて、あー、危ねえよこれ。致命傷だよ。一発でも食らうとやばいよ。あー、これまずいね。あぶねえ！
どうにかくぐることはできました。さてさて、階段を登って、あ、宝箱。何が入っているのか。小さな鍵か。100ルピー。でかすぎる。こんなちっちゃな子供にでかすぎるんじゃない？ちょっと。5ルピー。ここら辺に入ってるのは全部ルーピーか。オッケー、ありがとう。ルーピーだけでも嬉しいよ。今ハートはいりませんからね。というわけで、やっぱこっち側に何かあると見る。階段を登ってこっちの真正面、まあ、とりあえずこっからじゃあ攻略してみますか。ふむ、骸骨さんがうろ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 で、この石像何なんだろうな。本当結構見かけますよ、あちらこちらで。あっ、スイッチが隠されてた。ハートもあった。なんていう一石二鳥で、骸骨さんと相手か。安全地点から避けるね、避けるな。よし、2回攻撃すると倒せる。オッケー、魔力いくら避けても、大振りに避けても当たる時あります。よし、律儀に全員倒しました。で、こっちと、いや、こっち側しか行くところはないか。バラ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 、いや、これ大丈夫か、いけるか。いけないな。これで終わりだ。あら、外れた。ここぞという時に弱いな、ほんと。避けるね。よし、プラ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 ン。さてさて、また宝箱、中身は一体。プルププン、コンパス、コンパスを見つけたボスの場所はこれでバッチリだぜ。バッチリだぜ。フランキー、どれ、お、これスイッチか。せなよ、わしじゃ、長老サハスラーラじゃ、お前に助言を与えよう。この神殿にある宝は硬い鎧をまとった魔物をも倒せるはずじゃ。必ず見つけなされ、この神殿にある宝。オッケー。なんかこれ公衆電話だったので、こっちに行けるのと下に行ける。あ、これショートカットか。ショートカットの匂いが、あら、押せない。ということは右手側か。これが硬い鎧を持ってる人。いや、一応目玉を攻撃すると倒せる。まだ安心。眠っちゃった。よし、3回攻撃を当ててもダメ。なかなか手強いぞ。あら、やばいやばいやばい、底知れぬ恐怖。相手しないでおこう。骸骨さんだったら全然倒せる。あ、もうすでにボス鍵があるじゃないか。え、ボス部屋の鍵とボス部屋、え、なにこれ、もう攻略？むむ、鍵が、え、何？鍵がかかっているだと？宝箱を開ける、その中にある鍵を手に入れるのにも鍵が必要ということなのか？あれ？これ弓矢が必要だった？え？弓矢のがないよ、俺。大丈夫？いや、これから手に入るに違いない。そうに違いない。間違いない。こっちか。暗い。暗いし、なんか迫ってきてる。危ねえ。お？スイッチを押したみたいだ。で、小さな鍵を使うところがある。で、20ルピーをさっと取っておいて。な、閉まっちゃった。よし。こっちも暗いな。ハートがたくさんある。これはありがたい。いやー、これ、やっぱ壺投げるのが一撃必殺だな。まだいます？いるんだったら壺投げる。おお。いいね、強いね。あ、しかし暗くてよく見えづらいが、ここか。うん、外れた。ここだ。くぅ、そんな避けるんだったらな、切り刻んでやるぜ。あら、ああ、小さな鍵が落ちてました。魔力も回復。さてさて、またぐるぐる回らなくてはならない。急いで急いで、ここだ。明るい。明るいと安心するな。スッと。お、何かありそう。何かありそうだが、これ敵さんを全員倒しておかなければならない雰囲気なような気がする。んー、どうしよう。この赤いね、ドクロさん、あ、いたた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 。え、この上に乗ったりする。
なんか魔力貯めてみる。ダメか。問題はこの人なんだよ。いやもうやっぱこれだよね、ほんと。もうやばいやばいやばい。壺の中なんかないかな。これ壺投げてみっか。壺一撃で倒せた。マジで。おっ、スイッチがある。投げて。これ中に何か。大きな鍵目の前か。大きな鍵目の前。危ねえ、危ない、もうやめて。死にたくない。あ、ここはショートカットか。ショートカットして、さあどうするんだ、サハスラーラさん。つねえ、わしじゃ。うん、ですよね。あ、この大きな鍵で使い回すことできるんじゃないか。弓矢手に、これはいいんだけど。危ないよ。これ開けれるか。開けれる。きたー、弓矢手に入れた。やばいやばいやばい。いや、冷静に対処すれば倒せないことはない。もうね、大きな鍵を手に入れたということは、もうここすでに開けれるんじゃないか。いや、すでにというか、もうもはや開けれる。で、こっからもうすでにボス戦。いや、もうすでに言ってるけど頭が回らない。これカンテラつけた方がいいかな。やばいやばいやばい。これね、もうほんと勢いでご利用しされるともうどうにもできないから、いや、一度カンテラをつけよう。こっちじゃなくてカンテラ装備、カンテラ装備してからの魔力を多少使えますが、明るくなった。これだけで十分。しかしもう一段階明るくしておきましょう。さて、弓矢を装備。来い、起きろ。起きた。一撃、小さな鍵を手に入れてさえしまえば、もうサクッと入ることができるか。上に行けるぞ。2階で、この骸骨さんもきっと倒せるんでしょうね。弓いた。あんま、またやばいの。当たらない。いや、これ骸骨さん素早すぎてさ、当たらないんだけど。いや、隙はあるはず。そら、もうちょっとやぶさかではない。ここだ。刺さってるけど。危ねえ。待てよ。あ、スイッチあった。オッケー、サクッと入って。これはやばいな。ただ一人目覚めさせて、よし、しっかり対処していけば全然倒せるじゃないか。ハートゲット、いいぞ。スイッチはどれかがダミー。開いたが、あれ開いたけど、もう一丁手前にもスイッチがあるんですが、あ、大丈夫。奥に進んだ。弾が出てきた。全然避けれますよ。いや、大丈夫か。それ避けつつスイッチを押さなければ。押した。あ、だだだだだだ、やばい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 。なかなか難しいじゃないか。骸骨さんもしっかり倒していきたいところ。ここだ。あれあれ、赤いな赤いな、あれ鎮座してるの赤いぞ。ここだ。あら、もうやっぱ剣で切った方が早いのかな。起きた。起きろ。よし、もう一丁2撃で倒せる。全然楽だった。あとはこの骸骨さんだけ。すばしっこいんだよ、それだけなんだよお前は。ここだ。よーし、あ、ボスマーク、ボス床入った。うじゃうじゃしてんな。よし、冷静に倒していこう。ここで弓矢を使うことはない。あの赤い人を倒すには弓矢必要ですが。起きた。追ってくる。起きて。そっちが起きたか。さらにもう一発。ダメか。よいしょ。オッケー。プル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 ン。で、この壺の中にハートだったり弓矢だったり入ってるんでしょ。よーし、ハ
ートがちょっと十分じゃないが、これでも全然いけるか。はぁ、こんな狭い部屋で、そりゃ無理なんじゃないか。お、お、お、はい、ぴょん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 、真ん中にいれば大丈夫、大丈夫なわけはないか。弓矢使ってみる。お、弓矢で攻撃できる、弓矢で攻撃できるが倒れてしまった。いやもうこれ様子見てね、もう一回は様子見て倒れましょう。よし戻ってきたぜ。動き出してからダメージ判定が入るのか。ぴょん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 、1体2体3体、よし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 、いいじゃないいいじゃない、なか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 当てれてますよ攻撃。はい、おーおーおーおお、1匹倒すことができた、これ嬉しい、いいぞ。あ、いいじゃないいいじゃないいいじゃない、多少攻撃は食らってますが、それでも全然前進してる、もう避けれる避けれる、はあ、あと2体、え、ちょっとこれ簡単すぎなのでは。はい、お、怒った怒った、赤い赤い、いやこれはやばい、怒るとやばい、ヤンクック、ここだ、よいしょ、もう一丁倒した。あんたの器が出てきた。フロルの、フロルの紋章かな？勇気の紋章を手に入れた長老サハスラーラに見せるのだ。残りの紋章はあと2つだ。というわけで、まあ、最初の進展をクリアすることができました。どうにか無事にね。何回かゲームオーバーしましたが、コツをつかめれば、どうにかまだまだいけます。というわけで、また次回もご期待ください。それでは失礼します。ありがとうございました。プチュン。